さい。ミビデバビデブです。嘘です。残り20ステージですね。やってみましょう。これで無限落ちじゃん。間違えた。こうなって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 違うんだな。うまく左に行かねばならぬから、じゃん。うまく左に行かねばならぬと。左に行きた。じゃあこう。ナイスアクション。ここにいると上にいて、ここから落ちるとジャンプしてこっちに来れると、黄色の下に出れてぐるぐる。これは簡単でした。これシンプルアクションゲームじゃないか。こう来てこう来てこう来て、次どこ行く？あそこから次どこ行く？なるほど。こう来てこう来てワープ、上ジャンプ、ワープ上ドヤーっと。ジャンプは禁止。あそこジャンプ禁止。こう来てこう来てこっち来てこっ、こう来てこう来てこう来てジャンプ、こう来てこう来てこう来てこっち来てこう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 来てグエグエグエグワグエゴグエガゴワ。面白い。こうグルフ、これどこ行きたいかな。これができて来て、こう来れて、こう来て、こう来て、こう来れて、そしたら上に行けるのかな。この上行けるかな。ここまで来た、こう来た、こう来た、こう来て、こう、そしたらあとはこう来てこうですね。こっち来て飛んで、左側のあの小さな黄色のところにうまく着地できればいいわけだ。こう見て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 、うまくワープ。これは残像を見れば大丈夫ですね。黄色に、こっちにも黄色出てくるんだ。こっちの黄色はここの黄色と対応している。こう来てこう来てこうこう、そしてこう来てこう、あ間違えた、ボタンを間違えた。いいと、ここを来てこう来てこう、あれこう来てこう来てこうこうでこうのこうで、でん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 で、黄色に行けばいいんだよね。あ、違う。あれ？黄色に行けばいいんだよね。あれ？あ、そう、え、あれ？あ、違うよ。違う違う違う。上に登って、ここの隙間にはまって、ここから降りて、こうだ。え、こうだね。混乱するな。黄色でウィンクル、ジャンプ、ここに掴む、上に登れて
て何が嬉しいかというと、このまま左に行かないとダメなんだよね。え、どこから？これジャンプではいけんだろう。こっからジャンプはいけんやんな。あ、いけるわ。あ、いけるんかい。あ、いや、これ間違えた。あれ、間違えたね。最後にあれ降りてきて、こっち側でここで跳ねて真ん中に降りないといけないんだわ。ぼーっとしてちゃいけないね。こう来て上に乗れ、上に行ってジャンプで掴めたね。こっから左に降りるんだけど、トゲを抜けたらすぐ戻ってきて、ここでこうで、こう来てこっち。いや、すごいね。この狭い範囲の中でよくぞこれだけステージ100個もステージ作れってのもなかなかすごいですよ。こっち、こっち、こっち。OK。こう来て、あ、これは簡単だった。よかった。一本道だった。登って、黄色があって、登って黄色があっていいのかな。下に降りるだけだめな、これ。あ、違う、向こう側に来るのか。向かい側に行くので、ジャンプして移動、こうでして、で最終行きたいのは左の世界の右上に行きたいのな。左の世界の右上に行きたいのか。ここにいるのじゃおかしいんじゃないかな。左の世界の右上に行きたいってことは、灰色の左のワープを、あれ、これを左に落ちちゃっていいのか。左に落ちちゃってここにいて、こっから右に勢いつけてジャンプして左側のワープに行ければ、ここでこう来る、でこう来るとこうなるってことなんだ。でこれでいいんだね。パッと見てよくわかんないんだけど、ギリでいけるからね。 OK。 さあ、残り10ステージです。ゴール、そこ。ゴールに行くには、灰色のワープを使う。これ上届かないね。そんな時は、これ。いつものこれ。ジャンプして、でもジャンプしてどこ行く？そこまで見てなかったんだよね。ここでジャンプしたのが、あ、わかった。ここでジャンプして、こう、そういうことなんでしょ。ここでジャンプしたらそっちに行って、でこうのこうな。アクションも最高レベルになってますね。こう来て、こう来て、右だ。こう来て、こう、ごめん。こう来て、ごめん。こう来て、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 ぐい。あ、混乱してる。こう来て、こう来て、ごめん。こう来て、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 つかめなかった。なぜ今左に移動しなかった。こう来て、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 こう上。こう来て、こう上。こう来て、こう来て、
違えた。こう来て、うん、早かった。早かった。でも今の生きてたな。こう来て、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 こうして、こうして、こう来て、落ち着け。ここでいい。いいね。アクションじゃないぞ、ここは。パズルだ。パズル沿い。ここダメじゃん。あ、いや、移動ができる。移動ができるか。そうか、そうか。こうなって、こうなって、こうなって。ってことは、こう行けて、落ちて、ジャンプして、落ちて、ジャンプして、あー、はいはいはい。灰色に飛び込むんだ。落ちて、ジャンプして、灰色に飛び込む、こっちに出る。ジャンプして、右、上から落ちる。落ちるでいいんだよね。上から落ちるよ。ここの段差いらなかったね。なんだろう。ゴールに行くには黄色を左側から出ないといけない。ってことは左側の地形の左上まで行かないといけない。まずこうじゃんな。あ、間違えた。まずこうじゃんなで、そうなんだよね。まずこうじゃんな。これをやってるじゃんな。で、どこ行きたい？うまいことをこっちにこう来て。掴んで、こっち来て、上をジャンプする。で、ここに出るから、次気をつけてね。こっち来て、ジャンプ中にワープ。面白いね。95。ゴールは、下から回ってく？ゴールどうやって行く？え、これゴールどうやって行くんだろう？右側を？ん？ちょっと待って、なんか全体像が見えてないな。これワープできる。ちょっと動いてみようか。これ降りるとこっちに入っちゃうんだよね。だから上から落ちては違うんだよな。ってことはゴールって下から行かんとダメじゃんね。下からってでもあれ行けそうに、あー、あと右から行けるのか。なるほど、この長細いやつを一番右端から降りてくれればゴールに行けるわ。行くの左側を一番上まで行ければいいかな。左側の一番高いところまで行くってことは一個右側の灰色に入れればいい。一個右側の灰色に入る。一個右側の灰色に入る。ってことは黄色の右下に行ければいい。黄色の右下に行くってことは黄色の右下に行くってことは、あーやっと全体像が見えてきた。こう来てこうでこうでこう来てこうで、嘘ついた。これは違うじゃろう。右側の取っ手に掴みたいんですよね。右側の取っ手掴むには、右側の取っ手掴むにはどうやるんだろう。あ、落ちちゃった。ここのこの取っ手。
ャンプしてすぐ左、いやジャンプしてすぐ右にワープか、こうだ、いい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 、遠く行ったな。で左に落ちてジャンプして黄色の右下に、ちょっと顔認識がえらいことになってんのか。ジャンプしてここでこっちでこう来てこう来てで上行って上来たで右上にジャンプする、こっから落ちる、灰色に入る、こう来る、こう来る、ここで移動できてゴール。あ、すごい、ここねすごい難しかった、すごく複雑になりましたね、ゴールへの道のりがとても難しくて面白かったな。上に行き、うん、ジャンプして左に行って、あ、右に行ってで、ここにいて、これダメだもんね、こっから黄色の高いところに入ってこっちに出てきてこうなる、でこれをジャンプすると、ジャンプして黄色の一番下に飛び乗れだ、こう来てここ、こわ、こうでこうでこうのこう、なんかうまアクションがうまかった、よかった。上り、あ、届く、あ、届く、届くか、でんでんで、ジャンプしてこうじゃん、灰色の灰色のこれまたゴールに向かうにはどこに行けばいいんだろう、こっから何がつかめる、こっから何がつかめる、あーとこう来てこう来れば灰色に入れるのか、灰色の下に来るとこっちにつかめる、そこにつかめる、待って、右側につかんだ次が何なんだ、右につかんだ次はないのでは、ないのでは、ここから左下の手すりに向かってジャンプするんじゃないかな、こう来てこう、あーダメなんだ、いけそうな気もしなくもなかったな今、こう来てこうでしょ、でこうしてこうでしょ、でこっち来てこう来てこうなり、ここからこっちで左にワープ、一応右にワープだよね、右にワープ、上に行く、上から落ちてくる、ジャンプのコーナーがあるけど無視して左に行くでゴールか、これがあるけど無視して左に行って飛び、これでゴール、面白い、98、あと3ステージ、上、降りれます、あ、だけどこれは黄色の右側にワープしちゃうからダメなのか、黄色の右側にワープしても安全なところに行きたいってなると、ここずら、ここに一旦退避で帯に来れて、右側の帯に来れて帯ループができて、帯ループをした先に何があるかっていうと、上に登れるのかな、ここ
あ、登れないか。帯ループから解き放たれるためにはこう来てて、あー惜しかった。でも今のでこの辺掴めてればいいんですよね。間違えた。こう来てここでここで降りてこっち来て帯ループ入って間違えた。帯ループのね間隔がめちゃくちゃ狭いので難しいですね、ここ。あ、違う、うまくそこのうん、あーいけそう、いけそうなんだけどな。うまくこの帯に入ることができればそのまま継続して左側行けるんだけど、できるのかな。力ずくでやってる感あるんですよねこれ。うわ、ああ、うダメなのかな。なんでだろう、上から下にワープしてる。いやそんなことないよね、方針が間違ってるかな。なんで？左から右に戻ってくるワープと右を上に行くワープの 2回連打しないといけないんだわ。本当かな。できた、よし。でここを、ここをこれをどうする。これをこれをどうする。右側のあの横帯の上の右上に行けば勝ちなんですよね。でそこに行くには、そこに行くには右側の帯の上の ここに捕まればいいよね。ここに捕まれればいいよね。だからこれを上に向かってジャンプするような状況であればよい。これジャンプしてでここでジャンプしてここに来たら、いやでもここのブロックはどっちも共通だからここに登ってもダメなんだよな。ここ使ったっけ。あ、使った使った。今こう使ってここにこう来て、え、使った？これ使ってなくない？使って何になります？でもなんだこれ、なんだこれ、これを下に降りてジャンプして下に移動、下に移動してもね、
左側の黄色の帯に入っちゃうとまたやり直しだから、左側の黄色の帯はもう使わないんだよな。右側だけの世界なんだよね。右側のあの灰色の帯をどうしたいですか、どうしたいですか。たった、まあでも行くならここなのよな。ここに入ってこっち来るじゃん。でここでジャンプがあって、うまいことジャンプして右側につかめる気がしないんだけどな。あ、違うよ違うよ、 何言ってんだ。左側の世界だけでいいんだ。左側の世界でここに登ればよかったんじゃん。ここがここのここがあることが全然認識できてなかったっすね。でこう来てこうだよ。ああ、変なところで止まってたね今すごく変なところで何3分近く止まってたかな。パズルゲームってそんなもんだよね。それが楽しいんだよな。悩むから楽しいんであって、悩まないパズルゲームは逆につまらないやな。お前がこれここまで来てもダメか。一旦出れるね。ゴールに行くには黄色のこの下に出たいってことは、ってことは、ってことは、これ黄色と灰色が重なってるんだね。なんだそれ、なんだこれ。この黄色に入ると下に出てきて、ここを下に出てきたとてどうなるんだ。あ、登れるね。登れちゃうのか。でこっちに出れてくるですが、ここから黄色にはワープできないので、でで、こ、うん、ここに、いやこれさっきと同じやもんな。黄色の上ってどうやっていくんだろう。あ、いけるいける。え、いけ、えー、いけないや。こっから超ジャンプして黄色の右端に掴むことができるやんけ。できるけど、できるけど、あ、何してんの何してんの、あ、何してんだ7個。どれがリンクしてるのか分かりづらいですね。灰色のこれはそこなのね。ってことは灰色の下に行きたいのね。まず下の灰色に行きたいよ。下の灰色に行きたいのってことはやっぱあれか、ここにたどり着く必要があるわけだ。でそこに行くにはこれ以外は今のでいいんじゃない。これでダーッとジャンプしてうまく右側で黄色これでいい。で登るじゃん。でこう来るじゃん。だからここ来れて灰色の上に来て、でここからジャンプジャンプで黄色まで行ける、黄色まで行ける、黄色下に来る、とこれを右ジャンプしてすぐに左に切り替え、ここに来るということは黄色の上にワープできて、そこからすぐに左に行ければゴール。難しかったです。お、これでネタは10クリア。わお、おお、カホすごい。カホ一人でやってる。日本のインディーゲームって一人なんですよね、多いのは。海外はもうチ
チームでお金かけてやるのが多いんだけど、日本はまだまだ個人作成とか RPG スクールとか、あとはなんだろうな、ギャルゲーみたいなやつとかが多いので、もっとねいろんなアイデアのインディーゲーム日本でも出てくるといいなとか思ったりしてます。さてこれで全部クリアになりまして、時間は30分、30分もいってんだ。ユーザーが作ったステージっていうのもまあいろいろあるんですけど、まあこれはいっか、じゃあ1個ぐらい見てみましょうか。これエクストラだって、カホさんの。あ、でもこれ9レベルもあるからここで切りましょうか。終わりの挨拶はドスコイドスコイです。ドスコイ。